スペシャルな思い出作り？ That's right! せっかくの春休みだから、とびきりスペシャルでファンタスティックな思い出を作らない？スペシャルって、いつもと違うってことだよね。みんなでカフェに行くとか、お買い物に行くとかだと普通かな。皆さんとお出かけしたら、それだけでスペシャルな思い出になってしまいそうです。普段できないようなことに挑戦してみる？普段できないようなこと…わあ！ルビーちゃん、何か思いついたの？この前テレビでスイーツビュッフェの特集を見て、行ってみたいなって思ってたんだ。いいじゃない。お菓子やケーキが好きなだけ食べられるなんて、スペシャル中のスペシャルよ。でもそのスイーツビュッフェ、もう終わっちゃってて。おお。あ、それなら私たちでスペシャルなスイーツビュッフェを開催しちゃいましょうよ。スイーツビュッフェを開催する？ルビーたちが？そう。食べたいスイーツをたくさん作って、テーブルいっぱいに並べてパーティーするの。それ、とても楽しそうです。ケーキにプリンにマカロンに、想像するだけでワクワクしますね。わざわざ作るの？僕、料理できないから、食べる専門でよろしく。何言ってるのよ。スクールアイドルたるもの、料理だって挑戦しなさい。めんどくさいな。たくさん作ってみんなにも食べてもらおうよ。リコ、ナイスアイデア。名付けてサプライズスイーツビュッフェパーティーね。今の季節ならメインはイチゴなんてどう？いちご尽くしのスイーツビュッフェなんて、いちごみたいに可愛いニコにぴったり。わあ、いいと思う。想像するだけでほっぺが落ちちゃいそうだよ。それじゃあ早速いちごや他に必要そうな材料を買いに行きましょうか。ニコチュレイド。何？私たちがやろうとしているのはスペシャルな思い出作りでしょ？その顔は何かを企んでいる顔ね。ただお店に買いに行くのはあまりに普通すぎるわ。メインとなるイチゴにはとことんこだわり抜かなくっちゃ。それってつまり？イチゴは買いに行くんじゃなくって行くのよ。はい。3種類のイチゴを育てているんですって。もちろん好きなだけ食べて OK よ。最高じゃない。よし、ハウス中のイチゴを食べ尽くしちゃいましょう。ニコさん、全部食べてしまったらスイーツに使うイチゴがなくなってしまいますよ。 No problem。 ここで育てているイチゴは隣にあるショップで買えるようになってるから。ハウスのイチゴを食べ比べて気に入った品種を選んで買って帰れるってことね。そういうこと。みんな準備はいい？それじゃあイチゴ狩りスタート。ちょっと待って、ナイフや鎌はどこ？ナイフや鎌？だってイチゴを狩るんでしょ。ミヤちゃん、もしかしてイチゴ狩り初めて？わ、悪い？大丈夫。一緒に積み方を覚えて楽しもう。簡単だよ。
しょうがないわね。このニコがイチゴ狩りビギナーのために完璧なイチゴの摘み方を伝授してあげるわ。いい？基本中の基本だけど、まずは赤く熟しているイチゴを選ぶこと。じゃあこれ選んだわね。そしたらそっと優しく指で茎を挟んで、イチゴを軽く上に持ち上げるようにしてひねるの。優しく挟んでひねる。できた。イチゴ取れたよ。なかなか筋がいいじゃない。これが正しいイチゴの刈り方よ。ナイフがなくても綺麗に取れるでしょ。優しく挟んでひねってできた。はあ、デリシャス。え、そのまま食べるの？そう、イチゴを摘んでその場で食べる。これがイチゴ狩りの醍醐味よ。ミヤも今摘んだイチゴ食べてみなさいよ。うん、いただきます。おいしい。甘くてみずみずしくて、僕こんなおいしいイチゴ初めて食べたよ。よかったね、ミヤちゃん。私も早速。ルビーも。私はこれ。さあみんな、たくさん食べるわよ。もちろん買って帰るイチゴを選ぶのも忘れずにね。しずくちゃんの摘んだイチゴ、とっても大きくて綺麗ね。はい、とびきり大きいのを探してみたんです。でも僕が取ったイチゴの方が大きいね。あ、本当。ミヤちゃん、イチゴを摘むのが上手だね。うん、大きくて美味しそう。でも私のイチゴの方が赤くて甘そうかな。もう僕のイチゴの方が甘いに決まってるでしょそれならみんなで食べさせ合いっこしない？食べさせ合いっこ？そう、私はしずくちゃんに、しずくちゃんはミヤちゃんに、ミヤちゃんは私に、それぞれ自分で摘んだイチゴを食べてもらって感想を伝え合うの。別にいいけど。それじゃあ早速私から。はい、しずくちゃん。あーん、あー、うん、甘くて美味しいです。よかった。はい、もう一個。あーん、しずくばっかりずるいよ。ごめんね。次はミヤさんの番だね。はい、ミヤさん。あーん、あーん、ほんほん、うん、悪くないでしょ。さあ次はリコさんの番ですね。うん、じゃあリコ、あーんして。あーん、ミヤちゃんのイチゴもすっごく美味しい。僕が選んだんだから当たり前だよ。はあ、イチゴだけでもこんなに美味しいのに、これを使ってスイーツを作るだなんて贅沢だね。そういえば何を作るかまで決めていなかったわね。スイーツビュッフェってどんなスイーツがあるんだろう。ケーキやタルトは絶対に欠かせませんよね。他にはシュークリームとかゼリーとか。
マカロンも食べたいな。あとチョコレートフォンデュがなきゃスイーツビュッフェとは言えないよ。素敵。それならケーキの上に並べるイチゴはさっきリコさんが摘んでいた品種がいいと思います。形がとても綺麗でしたし。ミアちゃんが摘んだイチゴは赤くて香りも良かったからマカロンにぴったりかも。雫のイチゴはタルトに合いそう。カスタードの甘さにも負けないくらい味が濃かったから。それならどのイチゴを使って何のスイーツを作るか私たちでアイデアをまとめてみようか。ええ、そうしましょう。いちご美味しそう。でもこっちのいちごも捨てがたい。へい、どっちも食べちゃえ。ルビーったらナイスな食べっぷりね。はあ、うんうんうん。そんなに慌てて食べたらすぐにお腹いっぱいになっちゃうわよ。そういうマリちゃんとニコさんだって、イチゴが美味しすぎて手が止まらないのよ。ルビーだって負けてられない。まだまだ食べられるもん。ルビー、お腹がいっぱいになってきちゃった。ほら、言わんこっちゃない。最初から飛ばしすぎたのよ。目の前に美味しそうなイチゴがまだまだたくさんあるのに。かわいそうなルビー、なんとかしてあげましょう。ニコッチ、そうね、こんな時のために用意しておいて正解だったわ。じゃーん、これを見なさい。チョコソース？正解！こういう時は味変に限るわよ。そういうことならマリーも持ってきたわよ。ほら、マリちゃんが持ってるのは練乳。そう、だってイチゴに一番合うのは練乳じゃない。何言ってるのよ。イチゴに一番合うのはチョコって昔から決まってるの。 NO! 練乳よ。チョコ。二人とも落ち着いて。こうなったらルビージャッジして。いいわね。ルビー、イチゴに一番合うのはチョコか練乳か、今この場で決めてちょうだい。ルビー、あなたにチョコと練乳の未来がかかっているの。そんな責任重大だよ。ほらルビー、あーんして。甘酸っぱいイチゴにほろ苦いチョコソースが最高に合うんだから。ルビー、こっちを向いて。イチゴも練乳もどちらも甘いのに不思議とくどくなくて、いくらでも食べられちゃうわよ。ルビー、あーん。ルビー、もうお腹いっぱいなのに。みんな、そろそろタイムアップよ。いちご狩り、エンジョイできたかしら。僕、もうお腹いっぱい。一生分くらいイチゴを食べたよ。ミアちゃん、初めてのイチゴ狩りはどうだった？まあ、いい経験になったよ。よかった。ミアさん、また一緒にイチゴ狩りしようね。まあ、気が向いたらね。さて、早く帰って
スイーツ作りに取り掛からなくっちゃ。楽しみ。お腹いっぱいだけど、甘いものは別腹だよね。そういえば、リコたちがメニューを考えてくれたのよね。うん、しずくちゃんとみあちゃんと考えたの。いちごのショートケーキに、いちごのタルトとマカロンに、チョコレートフォンデュ。新鮮なイチゴをディップして食べるんだ。完璧でしょ。パーフェクト。考えてくれてありがとう。わあ、早くみんなで食べたいね。チョコレートフォンデュをラインナップに加えるなんて、なかなかセンスがいいじゃない。それぞれのメニューにぴったりのイチゴの種類も決めたんだよね。ショートケーキには、あれ、どのイチゴだったっけ。もうリコ、しっかりしてよ。ショートケーキにはなんだっけ。ショートケーキとタルトにはハウスの左端になっていたイチゴがぴったりだと話していました。マカロンはハウスの右端のイチゴ、チョコレートフォンデュには中央のスタンダードなイチゴが良さそうです。品種名も覚えているのでお任せください。しずくちゃん、ありがとう。そうだった、しずく、Thanks。 じゃあそれぞれスイーツにぴったりのイチゴを使って作りましょう。うん、早く行こう。あ、みんな先に行っててくれるかしら。ちょっと用事を思い出しちゃった。わかった、後で合流しましょう。オッケー、すぐ行くわね。マリちゃん、どうかしたのかな。なんか企んでる気がするのよね。それじゃあチームに分かれてじゃんじゃん作っていくわよ。ニコとしずくはケーキとタルトの担当ね。私とルビーちゃんはマカロン担当だよ。そしてマリーとミアはチョコレートフォンデュ担当です。みんな、やるからには最高に美味しいスイーツを作りましょう。おー、ケーキ作りならニコに任せなさい。ニコのケーキは宇宙一って巷ではもっぱらの評判なんだから。宇宙一？どうしたらそんなに美味しいケーキが作れるんですか。そりゃ決まってるでしょ。美味しくなるようにおまじないをかけるの。美味しくなれ、ニッコニッコに。ほら、ぼーっとしてないで、しずくもやんなさい。あ、はい。おいしくなーれ、にっこにっこに。ダメダメ、全然なってないわ。もっと全力で。すみません、ニコさん。おいしくなーれ、にっこにっこに。なかなかやるじゃない、その調子よ。ちゃん、マカロンの生地ができたよ。うわ、トロトロだね。これを焼けばマカロンになるの？そう、これを絞り袋に入れてクッキングシートの上に丸く絞っていくの。こんな風に。あ、リコちゃん上手。綺麗なまん丸だね。ルビーちゃんもやってみて。頑張るみ。ミア、チョコレートを湯煎で溶かしてくれる？
湯煎？何それ。お湯の上にボールをそっと乗せて、こうしてゆっくり溶かすの。時々かき混ぜてね。おっと、ミア、少しだけ任せても OK？ メリー、やらなきゃいけないことがあるの。別にいいけど、早く戻ってきてよね。Of course！お、この匂い、マリー、何を作ってるの？トップシークレットよ。一番大きなイチゴをあげるから、みんなには内緒ね。もういきなり口の中にイチゴを放り込まないでよ。まったく、何を企んでいるんだか。ビュッフェにぴったりのお皿やカトラリーを持ってきたわよ。使ってちょうだい。豪華なお皿すぎない？割っちゃいそうで怖いんだけど。大丈夫よ。それより早く盛り付けてみんなを呼びましょう。そうね。よし、ケーキは大皿に並べて、タルトはどうしようかな。ニコさん、このタルトスタンドに置きましょう。リコちゃん、マカロンはこんな感じでどうかな。うん、ピンクのマカロンと赤のマカロンが交互に並べてあって、色合いも綺麗。上手に焼けて嬉しいな。マリー、チョコレートフォンデュはどうすればいい？あ、そこにある機械を使って。何これ？これはチョコレートファウンテンよ。こうしてチョコレートをセットして、スイッチオン。うわ、チョコレートの噴水だ。すごい、思った以上に本格的だね。みんなが来るのが待ちきれないわ。盛り付けも終わったし、いよいよサプライズパーティーの始まりね。私、皆さんを呼んできます。Wait！ メリーからみんなへのサプライズプレゼントがあるの。はい、これ、メリー特製のシャイニーストロベリーミルクよ。マリちゃん、いつの間に？無事スペシャルなパーティーの準備が終わったことを祝して、みんなで乾杯しましょう。乾杯！このいちごミルク、美味しすぎるわ。一体どうやって作ったのよ。いちご農園でこっそり買った特別ないちごと練乳をたっぷり使ったの。ほーん、いちごと練乳の組み合わせも悪くないわね。でしょ。でもチョコにディップしたいちごもデリシャスだったから、この勝負は引き分けね。まだまだ本番はこれからよ。もっともっとスペシャルな思い出を作りましょう。
さん早く、映画始まっちゃう。ちょっと引っ張らないで。あ、売店に寄りたいの？ううん、あれを見てただけ。うん、ポップコーン？うん、いろんな味があるんだなって。せっかくだし一緒に食べようよ。しょうがないな、付き合ってあげるよ。ありがとう。何味にする？塩味にチョコレート、キャラメル、ストロベリー。こんなにあると決められないよ。迷っちゃうね。私はキャラメルが気になるな。僕もキャラメルがいい。いや待って、ストロベリーもいいかも。じゃあどっちも買っちゃう？そんなにたくさん食べられないよ。あ、チョコレートも気になってきた。何？ミヤさんってそういう風にしてると年相応だなって。わい、そんなことないもん。照れることないじゃない。照れてないってば。ちょっとニコ、これいつまでかき混ぜればいいの？まだまだ、もっとよ。角が立つまでやらなくちゃ。 Oh my god、 メレンゲを作るのってめちゃくちゃ大変じゃん。すぐ弱音吐くんじゃないわよ。同好会のみんなに喜んでもらいたいんでしょ？別にそんなつもりじゃない。まったく強がっちゃって。強がってなんかないもん。はいはい、あと少し頑張りなさい。しっかりメレンゲができさえすればあとは簡単だから。うん、腕が疲れたよ。ニコ手伝って。もう仕方ないわね。ちょっとだけよ。見てなさい、こうやって混ぜるの。悔しいけど僕とは手つきが違うね。まあニコだもの、当然でしょ。でもお菓子作りで重要なのはうまいか下手かじゃないのよ。大切なのは気持ち。気持ち？そう、ありがとうっていう気持ちがお菓子をより美味しくするんだから。ありがとうの気持ち。だから十分気持ちを込めないとね。貸して、僕がやる。ニコ、ありがとう。どういたしまして。はーい、遊びに来たわよ。今日はとっても楽しみにしていたの。 Thank you。 あ、そうだわ。はい、これお土産。 Of course。 ホテルオハラのレストランの試作品よ。あなたの感想が聞きたくてもらってきたの。手伝うわ、一緒にやりましょう。あなただけのスイーツビュッフェよ。好きなだけ食べてちょうだい。でしょ、うちのスイーツは最高なのよ。ねえ、一番気になるのはどれ？ふんふん、それからそれから。それどんなところが気になったの？
実はね、このレアチーズケーキだけマリーが作ったの。それってどういう意味かしら。数あるケーキの中からこれを選んでくれるなんて、あなたってばマリーを喜ばせる天才なんだから。はい、早く食べてみて、感想を聞かせてほしいわ。あなたってこのイチゴみたいにとってもキュートよね。思わず食べたくなっちゃう。え？マリーの方がキュートですって？ちょっとそんな真剣な顔して言わないで。あなたと一緒にいるとなんだか甘酸っぱい気持ちになるのよね。え、イチゴみたいに顔が真っ赤？もう恥ずかしいからこれ以上マリーのこと見ないでよ。